今日は宮本純子先生のメイクレッスンに招待させていただきました。もう昔から大ファンで嬉しいんですよ。ちょっと緊張するけど行ってきたいと思います。失礼します。はい、宮本先生のお家へようこそ。お名前伺ってよろしいですか？宮です。お待ちしておりました。プリンセス宮本純子、通称 MG と呼ばれています。未来の大スターの宮本純子が直々にヘアメイクレッスンをしていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。カメラは一応スタッフの方には許可。ニュースゼロの方？はい。じゃあ大丈夫。ニュースゼロだけは昔から OK。 あ、ちょっとこの辺はモザイク、この辺は、はい、絶対に映さない、わかりました、約束で入らせてもらってるから。新人さんですよね、ゼロも。はい。え、今日は宮本メイク先生の今回は宮本純子先生、 MJ って呼んでもいいんですよ。今日はパーソナルカラー診断の方もするってことでよろしいですか？はい。あ、え、ちょっと小耳に挟んだんだけど、あなたは MJ 先生のファンだったってこと？ファンじゃなくて大ファンです。大ファン、嬉しい。よし、じゃあ今回特別にね、パーソナルカラー診断の方は無料で、もちろんお代金もいただきません。まずね、これね、社内の紙があります。自分の肌に 何の色が一番合うか、自分の肌、人それぞれね、肌のね、色が違うように、人にはね、似合う色、似合わない色っていうのがね、存在するんだけど、今回はね、ゆうさんに、何色がね、自分が一番似合うかということね、ぜひ分かってほしいので、今回はね、パーソナルカラー診断の方から進めていただきたいと思います。はい、その後にメイクの方、大本番のメイクの方に移させていただきます。よろしくお願いします。じゃあまず青色からやっていきましょう。はい、見て鏡をご覧なさって、これねイメージね、よく覚えててください。青、次赤いきます。外したイメージと、つけた時のイメージをずっと覚えててください。はい、次緑最後です。先生の方褒めてくださいので、褒めたくださいね。まずグリーンからいきましょう。あー、グリーンもね、似合うなとかね。確認してもらいたいんですけど、緑か赤だったらどっちがね、自分似合うと思いますか？じゃあせーので見ようか。せーの、赤。はい、正解。じゃあ緑をね、縮めましょう。緑ね、一番似合わない色なんで、こういう時はね、もう見ない。あ、まだ言わないで。じゃあどっちが似合うか一緒にする。いってみましょうか。せーの、赤。正解。じゃあ、自分の似合う色以外ね、見抜けるじゃないの。これも、ね、外そう。ごめんなさい。なぜ先生。こちらは赤はですね、イエベハル。イエベハルさんです。ありがとうございます。よかったです。これで通常ね、普通だったら3万6千円かかるんだけど、今回はね、無料で。やったー！これ、下着ですね。これね、イエベハルさんですから、ちょっとピンクっぽい。いい匂いする。あ、そうなんですよ。何の匂いするかは言わないでね。真似されたことがあるんですよ、本当に。あ、そうなんですか。別にね、お互いが悪いってわけじゃないんですけどね。トラウマでトラウマです。仕方ない。絶対にね、写真だけはもうツヤツヤにお願いします。え？うん、写真だけはツヤツヤにお願いします。写真だけはあの次が全然聞こえない。あ、あれだ、何歳？7歳はね、ファンデーションを使っちゃいけません。じゃあね、アイシャドウから行きましょう。アイシャドウはよろしくお願いします。イエベハルさんですから、ちょっとね、オレンジっぽい。まあ、コーラルだけ見るのに嫌だな。コーラルっていうのね、ピンとオレンジがちょっと曲がった感じの色ですね。あ、すごい、ノールク。かっこいい。もう40年近くやってますけど、本当にね、ヤジはいっぱい飛ばされました。だけどこういうのね、無視するね一番。じゃあやっぱり若者のメイクっていうよりもちょっとレトロメイクになるんですね、40年もやってられる。あんたね、何歳よ今？40近いです。40近くてね、わかるよ、恥ずかしくないのがね。違います。だからメイクに年齢は関係ない。あ、で今で言うとなんか引き算とかってあると思うんですけど、引き算メイクみたいな。あ、数学のメイク一緒にしとった。数学のメイク語れねえんだよ。MJ 先生イコール何メイクみたいな、ちょっとキャッチ。MJ 先生イコール、はい、ユーミンと色メイクだな。ああ、確かに。MJ は MJ なんだよ。はい。その人に合ったメイクをしてんだよ。はい。数学のメイク別だ。はい。申し訳ございません。すごい。しまうの何？
なんか心配なこととかってあったりするかな。綺麗な夢。あー、そういうお客さんもね、たくさん来るんです。なんか、うん、授業でやってんですけど、うん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 、なんか覚えられないっていうか、なんでって思う。時計ね、先生も分かんなかったんだけど、そうだ、思い出した。そうそうそう、時計読めなくて最近まで。え、私先生なんですけど、もう一個先生がいるんですね。このメイク続けてたのは先生のおかげなんですけど、その先生から教えてくれたこちらのね、涙袋のペンを使い始めたら、時計どころか違うことまで分かっちゃう。数字を見ただけでパッと答えが言える。これ使うとね、中2までのね、数学がね、もうちょいのちょいですよ。本当にすみません、失礼を承知してなんですけど、先生の口からしか聞いてないじゃないですか。なんでそれね、みんな口を揃えて言うんですよ。最初はね、みんな信じてくれないんですよ。証拠、まあ使ったらわかるんですよね。はあ、まあ、私が、まあ、証拠っていう、私は嘘つかないんですけど、はい、本当に嘘することなくて、はい、だから先生信じてよかったっていうような言葉をたくさんいただきます。ちょっとこっち向いてもらってもいいですか。うん、昭和だね、やっぱりね、レトロの、本当にあの昔っぽい感じでいい。すみません、ずっと黙って聞いてればね。はい、黙っては聞いてないよね。うるさい、レッスンなんですからね。はい、レッスンしてんですよ今。 してるんですよね。なんかすごいさ、あのスピリチュアルのさ、商品紹介しかしてないじゃないですか。でも今何塗ってるとかも言ってないですし、私への悪口を言う人は全員排除。どうしたんですか。そうそうする、すみません、すみません。ということで、はい、宮本和也純子 MJ ですもんね。宮本和也改め宮本純子の改名のメイクアップレッスン終了でございます。ちょっと見せてもらっていいですか。うわ、すごいツヤツヤ、気持ちツヤツヤを目指してますから。あ、いいね、成功ですね。ありがとうございます。さっきのメイク道具の話をしたと思うんだけど、メイク道具って今日何か買って買われる。小学生だし、お金に、ね、余裕がないと思うんですよ。もしそんなにメイク道具がお気に召したようなら、純子先生一肌脱ぎます。ちなみにですけど、パレットおいくらになりますか。42,000円です。みんなね、え、こんな効果があるのに42,000円でいいんですけど、逆に払わせてください、もっと多くみたいな感じで、もっと多く支払われてくるかと思いますね。どうされる。どうする。買います。あら、ありがとうございます。で、これね、先生がね、あの厚手が来ますから。先生ちょっと待ってください、それはおかしいじゃないですか。あなたは部外者、口挟まないで。ぜひこれ、ゆうちゃんのお友達にも勧めてください。これね、一番危ない商法なんです。もし売ることができたら、もう一回メイクレッスンただで受けさせてあげます。できるかな。危ないぞ、また同じことだからな。次はファンデーションとか売られて、できるかな、友達に売ってこいって言われるんだからな。で、時計を読めるようになるし、いい人にも読めるよ。こんなスピリチュアルなんてあるわけない。だってそれ商品名書いたんだから、先生なんて作ってないよ。いい人と巡り合える。怖い、幸福の連鎖。怖い怖い、次はあなたの番かもね。ということでね、あの VTR はね、見ていただけたでしょうか。もうなんかちょっと短編ドラマみたいなもんね。そうですね、まあ、最近ね、こういうね、商法が増えてるんですよ。こういうのに騙されないように、こういうやつはいますから。甘い話じゃないですよ、ね、甘い話じゃないですよ。ね、そうでした。バイバーイ、お先に失礼します。うーちゃん、最後超怖かったよ、宮本和子。誰だ誰だ